愛知県の財政力は47都道府県中東京に次いで第2位です。重要なのはどう使われているかということです。県民1人当たりの福祉の予算は42位、児童生徒1人当たりの教育の予算も全国で最低水準、小学校で43位、中学校で45位、高校では46位であることを知り、驚くと同時に非常に怒りを覚えました。そして新聞を見てまた驚きです。自民、厳正日本の県議が政務調査費を不正で辞職したというのです。続いて名古屋地方裁判所が、自民、民主、公明の大半の議員が政務調査費で不正利得を得ているという判断を下したという記事です。緑区の県会議員の名前もありました。税金、公金の私物化ではないでしょうか。日本共産党の県会議員がいなくなって10年余り、県政と県議会がとんでもないことになっている。皆さん、そうではないでしょうか。私たちが納めている県民税がどのように使われているか、日本共産党の議員がしっかりチェックをし、声を上げていかなければならないと思います。私はこの県政と県議会を緑区から何としても変えたい。自民、民主の二大政党でも厳正日本や第三極でも変わりませんでした。日本共産党が出てこそ現状を打開することができる、変えることができる。県議会の公金私物化を許さない、安倍政権の暴走から県民を守る、暮らし、福祉、教育の優先の温かい愛知県政、平和憲法を生かす愛知県政を作ります。皆さんのご支援をお願いし、私のご挨拶をさせていただきます。挑戦へと決意したことについてお話しします。青年たちと関わってきた中で、県議選に出ないかと声をかけられ、たくさん悩みました。決意のきっかけはブラック企業でした。私の以前の職場も基本給が7万円、手当がついても13万円、そしてもう一つは有給を取るとなぜか500円引かれる、そんな職場だったのですが、一番は友達や青年の話でした。飲食店で働いている友達は、時間外や深夜手当が不明な給料明細をもらっているので不安になり、
タイムカードを携帯の写真で撮っているという話や、もう一人の青年はバイトや派遣で仕事をつないでいき、いざ仕事の面接となった時に履歴書には職歴ばかりが増えていて、仕事が続かないと思われるのがつらい。話を聞く中で、今青年たちは変だなと思っていても、相談できる仲間や友達がいない青年であふれている。私はそんな青年たちと寄り添って、声を上げれば変えられる、つながっていけば大きな力になる、希望を持てる社会を作りたいと思い決意しました。皆さん、この1年間で愛知県が医療制度改革をやろうとしました。子どもに医療費無料化や障害者の医療費無料化をやめようとする動きがありました。しかしその動きは各自治体の運動によって、また住民運動によって食い止めました。医療費無料の歴史をたどってみますと、実は2007年のちょっと小さくて見づらいんですけども、色でわかりますから、見ていただきたいと思いますが、この愛知の地図がここにあるんです。2007年の愛知県の知事選挙、この時にこういう状態でした。しかしこの無料の動きは、実は知事選挙の時に、安倍さん、清六さんっていうんですけど、この方が出た時に、安倍は安倍でも違うんですね、医療費の無料化を実現すると戦いました。この運動が起こって、実は神田知事は医療費無料化、中学まで入院はしますという公約をしたんですね。そうするとその後に行われると、今度は赤色が無料になったところですけども、広がりました。皆さん、住民運動でここまで広がる、そしてそれは各自治体の日本共産党の議員が医療制度無料化を議会で取り組んだ、この結果でありました。そして現在ではこのようにほとんど愛知県がピンク色になったわけですね。ピンク色ってのは医療費無料化になったわけですけども、ところがですね、この終わり部が白いんですよ。完全な医療費無料化じゃありません。皆さん、しかしですね、このように県が変わると半分は見ましょうとか、入院だけ無料にしようと、こういった愛知県になると、各自治体がこれにこうして変わってくる、これが実態であります。でこの間もお客さんとね、集団的自衛権の話をしてたの、ね、こういう方がいらっしゃったね。基地のそばの味吉地域に入った時に、うんうん、テロの標的にかすがいがなると、うん、あんなことをしたらと、本当にで構造地弾薬庫でしょ、うん、で小牧基地でしょ、うん、で西山駐屯地、うん、近くには森山駐屯地があるわけで、うん、実際に落派兵した時は、うん、この小牧から来たわけで、ね、そうなるとね、自衛隊の軍隊として派兵される時は小牧から行くっていうのはもう現実的な話になってくるわけですよね。で三菱重工がね、うん、あの F35 を生産するような、ね、工場を作る、ね、工場を作るって言ってる、うん、まあ、この問題についてはね、うん、やっぱりあの党派を超えてね、戦争する国づくりはいかんぞという声がね、うん、上がっているので、うん、本当にね、平和を願う皆さんと、うん、あの話を聞いていきたいと、ね、あリニア中央新幹線、うん、まあね、50分足らずで東京と名古屋をね結ぶということなんですけど、もうちょうど春日井は縦断するんですね、近くみたいね。で阿丹港のど真ん中を通るんですね、うん、国土交通省と経産省にあの交渉に行ったんですけれども、その時の前、その前にあのちょうど土砂を掘り上げてトラックが通るだろうと思われるあの道路の沿線の地域に入って聞き取りをしたんですね、うんうんうん、もう家を建てたばっかりなのに、そんなトラックが何百台も、800台かと言われてますからね、通ったらもうおちおちすんどれんと、本当に私たちの市民生活に騒音だけじゃなくて日常生活にも大きな影響が来るので、本当にこれは止めたいと思っています。全国で東京に次ぐ第2位の財政力を持っている私たちの愛知県ですけれども、
私たちの福祉のために使われる民生費、このね、青く囲んであるところです。民生費は全国47都道府県中43位です。そして驚くことは教育費です。小学校、中学校、高校で全て47位の最下位です。そして1位の項目もありますけれども、これは保育園の園児の数が全国で一番多い、まあ、つまり悪い方に1位ということです。大村知事はこの地方自治の役割、これは大企業、企業を誘致することなんだと語りました。今年度の一般会計予算の中で最も伸びている、これはですね、地域復興税、地域振興税です。借金があると言いながら伸び率は 146.6% で、航空宇宙産業の発展のため、三菱のために、小牧に土地を買収して、トヨタ自動車のために、岡崎に研究施設を作るために、道路の整備、そういったものに充てられます。また愛知万博の時に作られたリニモの赤字補填にもなります。そして大村知事が経済活性化を目玉とするリニア新幹線、これ北区を横断します。北町では今ボーリング調査も始まっているようですけれども、リニアを中心とした名古屋駅前開発、セントレアの2本目の滑走路、こういったところに私たち県民の税金が大量に積み込まれます。私たち県民が作り出した豊かな財政を県民の暮らしに直結する、こういった福祉、医療、教育には使わずに大企業と大開発に使うという県の予算の根本にどうもどうも異論なく通っていく姿、これは異常そのものです。この逆立ち財政は絶対に変えなければいけません。県政が変われば暮らしが変わります。安倍政権の暴走から暮らしを守る戦いです。絶対に負けるわけにはいきません。皆さんとも